お久しぶりです。おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。台湾の旅行に行っておりまして、ちょっと動画のね、投稿に関しては忙しくてできておりませんでした。でね、今回ただ動画をね、アップロード、Vlog をね、アップロードするだけではなくて、少しね、その当時ですね、旅行に行った時の、どんな状況だったのかとか、まあそういった部分を話しながら今日はね、動画を投稿したものを、皆さんにご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。台湾にですね、旅行に行こうと思っている方、もしかしたらね、この動画を見ている方でいるかもしれないんですが、まあ肉料理とかね、食べ物が、多分大丈夫そうだなっていう方はおすすめになります。交通の便に関してもタクシーであったりだとか、電車に関しても日本と共通する点が多くて、すごく利便性が高いです。まあ、若干ね、やっぱり日本が便利すぎるっていうのもあるんですけど、今回はですね、チェックインっていう、まあ、見るからなホテルの名前なんですけど、まあ、このね、ホテル、まあ、そんなにものいいところではないんですが、泊まりました。で早速ですね、台湾に着いて初めてのご飯はですね、蒸し餃子屋さんに行ってました。なんかこう、地元のね、定食屋さんみたいなところに行ったんですけど、こう、地元のね、方が結構並んでいて、列に待っていた記憶があります。まあ麺類も美味しいんですが、どちらかというとね、蒸し餃子の方が美味しくて、麺に関してはあんまり出汁が効いてないなっていう感じはありました。もしですね、今回、行くところですね、まあ、結構やっぱ漢字とか英語とかでね、書いてない、地名が多いので、もし興味のある方はですね、僕のね、この動画の概要欄に、今回台湾で訪れた場所に関しては載せているので、そちらご覧いただければと思います。まずですね、最初に向かったのが、この山の上にある、お寺になるんですけど、ここはですね、頂上付近までできればね、タクシーで行っていただいた方が、まあ疲れないと思うので、おすすめなんですが、これね、なんて読むんだろうね、コーロチ南山福徳宮みたいな感じですね。日本語で無理やり漢字を読もうとすると。で、ここでまずね、初めての、台湾でのドローンの撮影をしました。台湾の人たちはですね、ドローンに対してね、そんなにね、こう珍しいとかっていう感じはね、全然感じないですね。もうドローンが飛んでるのが当たり前みたいな感覚で、すごく、こう目の前をね、通るドローンのことを見ていたなという感想があります。で、ここね、山の上にあるので、まあ、すごい迫力がね、こうやってドローンで撮るとあるんですけど、実はですね、こう見応えが意外とありまして、内装が、実はね、金箔なんですよね、が張り巡らされてて、まあ、すごくね、なんかこう印象的だった記憶があります。なんででしょうね。なんかね、最初はこんな金ピカじゃなかったらしいんですけど、まあ、徐々にね、金ピカになっていったみたいな感じに書かれていて、でね、翻訳、まあ、参拝するための翻訳された機械とかがあるんですけど、これがね、まあ複雑で、まあ、信仰心もないね、僕たちにとっては、なかなかね、ここをね、参拝を頑張って覚えてする気にはなれなかったですね。ただ、多くの人が行き交っていて、まあ結構有名なね、ところなんじゃないかなというふうに思いました。そして、チェックインというホテルにね、チェックインをしに行ったんですけど、このホテルでは、今回ね、3人部屋で泊まることになっていまして、一つがね、シングルベッドが置いてあって、もう一つがね、ベッドになってます。キングサイズのね。で、ここにね、トイレとバスがあるんですけど、トイレはですね、下水臭かったですね。もう、なんでこんな臭いんだろうと思うぐらい臭かったんですけど、もう一つね、タワーとかお風呂もあるんですけど、これ海外特有なのかわかんないんですが、排水が機能がちゃんとしてなくて、水が溢れてきて、すごく嫌だなと思った記憶があります。で、景色もね、そんなに良くなかったですね。で、タイムラプスを撮ってみたんですが、台湾は意外と暗いんだということにここで気づきましたね。夜間はそんなに明るくないんだなと。はい。そしてね、夕食になるんですが、ディンタイフォンに行っております。もしかするとこれ知ってる方も中にはね、いるんじゃないかなとは思うんですが、東京とかにもね、すごく出店してるお店が多くてですね、まあ、僕も食べに行ったことあるんですけど、ちょっと台湾のね、本場はどんな感じなのかなと思って来てみました。ショノポ非常に美味しくていろんな種類があるんですけど、エビチャーハンがすごく美味しかった記憶があります。
で、麺類もたくさんなんでね、ぜひね、癖のない味を求める方に関しては、ここがおすすめです。そしてね、台湾の渋谷と呼ばれている場所らしいんですけど、ごめんなさい。名前はわからないです。でね、渋谷だったら怒られそうなパフォーマンスがしていたりだとか、まあ本当にね、年齢層に関しても若い人がね、多いなというふうに感じました。で、海外からの出資も多くて、本当にね、まあナイキであったりだとか、まあ、もちろん、ね、ラコステとか、まあいろいろあるしね、ドンキホーテもあるし、まあ日本の企業もね、多数見られていて、もちろんタピオカ屋さんに関してもたくさんありました。で、ここは東京にもあるみたいなんですけど、もちもちしたね、食感で目の前でね、タピオカを作っている美味しいタピオカジュースでした。ここ観光でね、よく取られるスポットですね。で、ここが新宿の2丁目みたいな感じで、まあ結構ね、ゲイの方が多いなという気がしたんですが、まあゲイの方向けのね、お店とかも多くて、まあここもね、ちょっと新鮮な感じです。で、僕たちのね、泊まるね、ホテルの近くには、駅にね、隣接してるこの謎の滑り台があって、非常に面白かったですね。お尻めっちゃ痛かったんですけど。なんで髪の毛濡れてるんですか？ああ。なぜ髪の毛は濡れているのか、とてもいい質問ですね。なんとこの電車が出発する10分ほど前に起きました、ね、乗ってる時間がしんどいっていう方と思うので、まあ、今回に関してはもちろん新幹線を利用しました。まあ、日本がね、作るために協力をしている新幹線になるので、もちろん日本のね、内装に非常に似ているのですごく快適でした。こんなね、金沢の駅みたいな、木造のね、部分が組み込まれてる駅舎があったりだとか、で、ここからまたね、ちょっとね、どちらかというと、台湾の東側に向かっております。で、まあなんかこう、崖の部分が多いみたいなんで、その崖の部分をちょっとね、ドローンで撮りたいなと思ってきたんですが、まあ意外と来てみると、まあビーチではなく、まあ単純に海岸みたいなところなんですけど、ただね、やっぱ海はね、綺麗でしたね。やっぱり島国なんで。で、ここにドローンを飛ばして、上空からですね、素晴らしい。こうやって見るとすごい綺麗だよね。ブルーの、メラルドブルーなのかな、よくわからない。はい、色しておりますが、ここでね、撮ってみました。で、この後には、東側になるんですけど、田んぼがね、なんかすごい広がってる場所があって、なんかね、台湾のドラマで有名な撮影地らしいんですけど、ここにね、この EV バイクがあって、まあ普通だったら免許必要そうな EV バイクなんですけど、まあこれをね、免許なしで運転できるんで非常に面白かったです。まあ、とにかくこの田んぼでドローンを飛ばしながら、ドライブ運転してめちゃくちゃはしゃいでましたね。ここからがドローンの撮影になります。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、田んぼの、まあ、有名なスポットがあって、まあ、天気はねそんなに良くなかったんですけど、まあまあまあ、ドローンで撮影して良かったです。で、このね、田んぼのね、すぐ近くの駅に、なんかね、Google マップですごいね、レビューの高いこのスイーツ屋さん、まあ、カフェみたいなところがあって行ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひね、もしこのね、場所に来る人がいるかわかんないんですけど、来る機会があれば、このカフェはね、絶対に寄ってほしいと思いました。で、電車に乗るとね、台湾の、旅行してる方たちがいて、この人たちとね、いろいろお話しして、記念撮影とかをしてました。で、ここからまた台北に戻るんですけど、今度はね、新幹線ではなくて、プロペラ機で、台湾の、
北側、台北の方にまた戻っていきます。初めてね、オペラに行ったんですけど、結構騒がしいですね、こうやって。で、こうやってね、上から見ると、夜景、あんまりやっぱ明るくないよね。なんか建物やっぱ暗いし、東京って異常なんだなっていう風に感じました。はい。でそして戻ってきたら、台北の屋台に来ました。まあ、いわゆるナイトマーケットですね。甘いゼリーを食べて、ここからね、いろんな食材を人がね、ごった返す中で選んで食べていきます。やっぱり無難なのが、まあ、イカ焼きとかもそうなんですけど、これあの、揚げ餅になっていて、中にね、ネギがあってて、ちょっと辛めなテイストになっています。で、みんなでね、乾杯して、お酒を飲んで、茹でた餅に黒ごまときな粉を絡めて食べるこの白玉みたいな食べ物が結構美味しかったですね。で、イカも食べました。やばい、美味しい。ちょうどこのイカの辛さと中和されててめっちゃいい感じ。なんか白玉みたいな、なんだっていいね、そのサイズ美味しい、うまい、うまい。どうやらね、台湾の人たちは自炊をあまりしないで、ナイトマーケットでね、晩ご飯とかを済ませてるみたいです。で、射的がね、日本にないような感じのものがあるんですけど、景品に関しては日本みたいに高額なものではなくてね、ほんとね、あの支払う金額相応の景品になってました。そこ面白い。はい、デイ3になります。この日は台湾の中でも観光地として有名な虎と竜をモチーフにした、五重の塔みたいなね、建物の場所に行きたいと思っています。で、相変わらずね、新幹線での移動になっていて、まあ、駅弁みたいなものを購入して、本当にね、台湾の駅にあるなんか綺麗なお店に関しては美味しい食べ物がですね、いっぱい売っています。で、この日28度まで気温が上がっていて、すごい暑かったですね。で、こんな感じでね、あのやっぱ日本にはあんまりないよね、こういう、なんだろう、こう仏像とかがさ、あるのは結構日本とかでもあるけど、まあ、こういうやっぱりこうなんか中華圏に近いものに関してはやっぱり珍しいなと思いました。で、これドローンで撮ってるんですけど、すごいね、あのシネマティックに撮れてて、想像よりもね、撮影がうまいことできてたなと思って、今ね、こうやって動画を見てると、あ、撮ってよかったなと思いますね。で、これ竜から入って虎から出ると厄除けになりますよっていうところで、あのすごい印象的なね、建物になるんですけど、湖の中にあるんですよね。あれすごくね、自然に囲まれたいいところだなっていうふうに思いました。ジグザグになってる、面白いよね、珍しい。はい、この後はね、またね、地元の料理屋さんに行きました。なんかね、こう地元の定食屋さんだね、またここも。結構麺をね、押しているお店で、太麺から細麺まであって、俺が食べたのはね、結構さっぱり系のものだったね。で、こっからは、これあの場所がですね、高雄って言って、どちらかというと、台湾の、まあ、南側、まあ、台南よりもちょっと上の場所に当たるんですけど、そこでね、船を使って小さい島に移動して、ここにしかないナイトマーケットとかを訪れているような。たくさんね、屋台があると思いきや、そこまでね、屋台はね、多いわけではなくて、ただね、道が広いせいか、まあなんかこう、スカスカなような感じはありましたね。まあ前に行ったところだと、結構道が狭いんで、ぎゅうぎゅうに詰まってる感じがありました。で、これもね、あの、夜間の撮影とも思いきや、あの、カメラでですね、ちょっと暗くして、まあ、夜で撮影しているような映像に仕上げています。はい。で、またね、船で対岸の方に渡っていって、こっからまた新幹線に乗って戻っていくっていう流れになるんですけど、もうちょっとね、一回台湾の食べ物にちょっと飽きちゃったんで、これからね、まあ Google の
レビューでも良かったカレー屋さんに行ってみたんですけど、まあ、ここはね、ナンがそんなに美味しくはなかったですね。まあ、ただカレーは辛くて美味しかったっていう感じ。はい、ここからがデイ4になります。本当はね、デイ3の夜にナイトクラブみたいなのも行ったんだけどね、まあ、ちょっと混みすぎててね、あの動画はちょっと撮りにくいような環境だったんで、ちょっと今回載せられてないですね。で、ちょっと現金足りなくなったんで、この土地銀行っていうところに行って現金を引き落としているっていう感じです。レートがね、ここはすごい良かったです。で、こんな感じでね、結構ね、話しかけてくる人多いんだよね、台湾の人もね。ちょっと面白いところ。みんなね、お疲れモードでね、ほんとみんな疲れてたね。うん、俺もね、持ってる時はね、めっちゃ良かった。そしてここが、台北のもっともっと北側、一番上の北側の海岸の場所になっていて、ここ不思議なね、なんだっけな、なんか鉱山だったかの、なんか遺跡みたいなのがここにあって、まあ、ちょっとね、ドローン飛ばしてみたいなと思って飛ばしたんですけど、まあ、想像よりもね、ドローンであの見ている映像は綺麗で、実際はこの日ね、曇ってて、あんまり天気良くなかったんですけど、まあ、なんかそれはそれで、なんかそれっぽい雰囲気になったなっていう形です。で、これ、黄金バックって感じで、まあ、日本読みだと書いてあるんですけど、まあ、大きい滝が流れてました。で、こっからですね、バスを使って、台湾で最も有名な観光地、九份に向かっていきます。で、九份はですね、びっくりしたんですけど、日本語喋れる人がめちゃくちゃ多いです。もうここ通ってると、もうほんと日本語がずっと聞こえてくるし、日本人の観光客の人もね、やっぱりね、ここに来てるんですよね。そこまで日本の人に会わなかったんですけど、台湾に行った時は。もうここはもうね、そこら中に日本人がいましたね。やっぱりね、もうマストの場所なんだと思います。で、今のが、あの、千と千尋の、あの、まあ、インスピレーションになったって、まあ、ジブリは否定しているところにはなるんですけど、ここのねお茶屋さんにみんなで飲みに行きました。で、これね、お茶をね一杯だけじゃなくて、あの自分たちで作って、まあ、もうほんと何杯でも飲みますよみたいな場所です。で、これも夜のように見えるんですけど、カメラで暗さを調整して暗い映像で撮影をしてみました。まあ、本当にね、夜になると結構雰囲気出るんですけど、まあ、思ったよりねやっぱり暗かったですね。あの、千と千尋の方がちょっと明るいかなっていう。はい。で、バスで待ってます。はい。バスで待ってるんですけど、この映像はですね、シグマの 85mm で撮ったので、夜間でもすごいね、高解像度だったんじゃないかなと思います。で、ここからまた、別のね、ナイトメアマーケットに行きまして、これが胡椒饅頭。これ美味しかったな。これね、東京にもあってほしい屋台の一つですね。美味しかった。で、もちろん UFO キャッチャーはぼったくり。で、イカ焼きがね、やっぱり美味しいんで、また食べちゃいました。で、もう一つね、面白そうだなと思ったのが、あの、ここにはですね、あの、エリンギのお店がありまして、なんかね、なんか三つ星みたいなの通ってたね。ミシュランではないと思うんだけど。で、このエレンギを食べて、これなんだっけな、この名前も思い出せないけど、こう、揚げチキンですね。うん。熱かったです。はい。そして、デイ5になります。最終日はマック食べる。さすがにですね、味に飽きてきまして、マクドナルドを食べました。まあ、これも美味しかったね。なんか日本風なやつだったんだけど、でも美味しかった、めちゃくちゃ。900% でね。そしてここから謎に公園遊具が飛んで、お土産をみんなで買いに行きましたね。ここは台北のどこなんだろうね、なんかこう商店街みたい、大きい商店街で、まさかね、オリンパスがありまして、直営店でちょっとカメラを見てみて、かご屋さん、行きたいなってみんなで言ってたんで、このかご屋さんでみんなで複数のかごを買ってお土産として持って帰りました。はい。で、ここからですね、まあ、なんかこうパンケーキみたいなのを食べたりして、ここからまたまた観光地の龍山寺っていうところに来
ましてね、ここで治安があんまり良くないなと思って、ホームレスの人とかもいっぱいいたんですけど、まあ、公園のところでドローンを飛ばして、すごくね、印象的な映像が撮れたんじゃないかなと思います。なかなかね、こんなね、迫力のある映像って日本だと撮れないと思うんですけど、まあ、ここもね、すごくいい撮影ができたなと思います。そしてね、友達が占いを受けていたんで、まあ、結構当たってたはい、ここからですね、また台北の101に来ました。ここもね、観光地ではあるんですが、お腹空いたので相変わらず鼎泰豐に行きました。まあ、一番最初ね、初日のところで行って、初日というか、まあ、最初の方で行ったんですけど、まあ、ここね、やっぱり美味しくてちょっとリピートしてまた来たっていう感じですね。まあ、101の中にはね、他にもね、ほんとたくさんのブランドであったりだとかお店が出店しているので、まあ、何かね、お土産とか買い物した人はおすすめですね。でもすぐ台湾を帰ってしまうんですが、いろんなところね、観光地で、ね、回っているっていう感じです。はい、これであとはもう東京に帰るっていう形で回ってましてね、ここでお別れしまして、台湾の旅は終了になりました。いや、本当に台湾ね、行ってよかったんですけど、1週間近く行ったので、まあ、もう仕方ないかなっていう感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。